向山高村向山高村明治30年8月12日は幕末から明治時代の幕臣、監視人。意味縄一里、字は、金文、通称は、英語郎、早戸姓。海軍中将で男爵の向山新吉は養子。旗本、一式二左右門巻吉の三男として、江戸に生まれた。 父の二座衛門も、潤沢な学祭と広い見識を備えた人物であったという。幼少の頃より、理髪な人物であったらしく、その才覚を見込んだ幕臣、向山玄太夫によって養子に迎えられた。はじめちさか連載の門人となり、昌平座科学文書に入って、学問の研鑽を積んだ。対等して、教授法執役となった。養父の玄太夫は、 箱館奉行支配組頭を務め、松浦武四郎の上司として知られる。安政三年、現代優がカラフトからの木と僧屋で没すると、高村は家督を継ぐとともに、箱館奉行支配長役として召し出され、安政六年には、養父の職でもあった箱館奉行支配組頭となる。この時にはカラフトまで足を運んで測量を行い、居合わせたロシア人たちと交渉を行っている。 万円元年には表御遊筆ついでおく御遊筆、文久元年には外国奉行支配組頭、文久三年にはおめつけ、慶応二年には外国奉行となった。道都市赤都市よりかく中仏講師に任命され、徳川秋武に随行して、パリに渡り、ナポレオン三世にも拝越した。フランス政府は、欧州に五年間留学の予定であった徳川秋武や、 他の留学生の指導と教育をメルメカションに担当させる予定であったが、高山一里はこれに大反対した。理由は、カションが神父であることと、その性格であった。教育係からは外されたカションは、突然、日本は一種の連邦国家であり、幕府は全権を有していないという論説を、パリの新聞に寄稿したが、これは、アーネスト・サトやシャルルド・モンブラン・ラサツマよりの人物と、 同一の主張であった。この論説をフランス政府も無視できず、結果として、小栗田さが制約したフランスからの600万ドル借款が取り消されてしまっている。明治維新後は、九州、徳川家里に随住して、静岡に赴いた。府中と呼ばれた、この町を、静岡と命名したのは、高村である。高村は、静岡学問所頭取に就任し、 後進の教育に励んだ。学問書が廃校となった後は、東京に移り、杉浦梅丹稲津南洋とともに、万水原社を創立、施策に余生を費やした。氷川清聖話によると、かつ回は、高尊の人となりに高い評価を下していたという。著作に、慶池イケル県首相、ユ明アキがある。旧幕臣による、徳川史実録の編纂が計画されると、 かつ舟は高村に資金を与えて関係者を訪ね歩かせ、実力編さんが反政府活動と取られかねないと説得し、これを妨害した。結果、この計画は実現しなかった。ありがとうございます。